ストストーリー。ふう、リップの色、これはしーちゃんにもらいました。ここに置いて。今日の前髪いい感じ。じゃあゆうさ、前髪さき、ん違う、伸びたら すぐに切るタイプなんですけど、なんか時間なくて切ってなかったらなんかこんな伸びちゃった。切りたいね、髪の毛切りたいんだよね。また前髪だけじゃなくて。え、スイカかわいい。なんか前髪流すとさ大人っぽいねって言われるけどさ、切りたいんよ、めっちゃ切りたいんよ。これみんなからもらった生誕の傘、傘は全部持って帰ってきちゃった。カーン、あちーんだった。そう、なんか全部可愛いなと思って。しかもこれさすごくない？普通に。黄色い傘もらったわ。え、じゃあさ、その生誕の時に思ったんだけどさ、その黄色い傘になんか白いサイリウムでさ黄色を照らしてくれてたやつマジ可愛くてびっくりしちゃった。そう、来た。ありがとう。何これ、夏祭り。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って。ありがとう。来た。これちょっと強烈にあれだな、来るから気をつけないとね。大人っぽくてびっくりした。これ絶対前髪のせいでしょ。いや、切りたいんだ。これちょっと失敗してんのよ今、前髪が長すぎて。本当にねダメ、良くない。ゆうはその前髪はね早く切りたいタイプの人間だから、ちょっと前髪が伸びるのは良くない。可愛い。ちなみにこれも持って帰ってきちゃった。イエーイ。かわいい。マジかわいいですね。この前髪好みなんですけど、嬉しいけどめっちゃ切りたい、めっちゃ切りたい、めっちゃ切りたいの。本当にみんなが思っている以上にゆうは前髪が長いのダメ人間なんですよね。パッツンじゃないとっていう人間だからすぐ前髪切りたくなっちゃうんですよ。でも意外とこのぐらいの流しが好評だったりするのちょっと悔しい。はじめまして。この間さ、そのそれこそ生誕やってもらって、これ全部の傘持って帰ってきてるからね。言う、ちなみに言うと何回も言うけど全部全部よ。ちょっと待って、これ閉じないと置ける場所がない。でもさ、ゆうびっくりしたんだけど、生誕イメージがもうザ・カミフレ感強くて、おおと思った。嬉しかった普通に、めっちゃ。あとゆうさ、鼻かんの後ろのリボン毎年さ結構気に入ってて、なんか
去年はできなかったから、その全然前回あるじゃん、あの時めっちゃ長くて、え、可愛いって思って、今年どんなのなんだろうと思ったら可愛かったです。それ雨の日でもちゃんと使えるのよ。そう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 、雨の日でも使えるのよこれ。まあ大きさもぴったりぐらいかな、うん、ぴったりぴったり使えちゃいます。使います。雨の日数最近なくて困ってたんですよね、7本ももらっちゃって。あのね、虹は9色だったんですけど、傘は7色になってて、なんかそれもさ意味が込められてるのかなとか思ったりしちゃって、なんかすごい感動しました。ありがとうございます、本当にありがとうございます。皆さん、なんか砂の城みたいなのも立ったんやけど、ありがとう。これユサイリムが家にないからさ、みんながどうやってやってくれてたのかっていうのを伝えれないんですけど、まあ、ここになんかサイリムをね、中にこうやって照らしてたらすごい黄色に光って、なんかすごいなって思いました。ものすごく思いました。なんか本当にあのユウがこんなにすごいって思ってるのを皆さんからに伝わったら嬉しいなって思います。本当に可愛かった。いやでもてか思ったのは、まさかこの傘をその生誕見に来てくれてたみんなに、みんなが持ってて、なんかそれをこうやってやってくれるとは思わなくて、マジそれが一番の衝撃だった気がします。アーカイブ何回も見ちゃった。それはそれですっごい恥ずかしいんですけど、この生誕委員の皆さんの素晴らしさが伝わると思うのでぜひ見てください。改めて17歳おめでとう。ありがとう。17です。なんかでも17になったかめっちゃないんだけど、大丈夫かな。本当になんかもうしれーっと毎日過ごしてる感じです。こちらも本当に可愛い。ここもね、なんか虹のアーチ、素晴らしい。本当にすごい。なんか中にちっちゃいワンちゃんおるし、こんばんは。今日も急に始めちゃったんですけど、まあ、いつも通りということで許してもらって。いい女感すごいですね。あ、本当ですか。普段はやっぱり前髪のせいなのかな。でもこれはたまたま優の前髪が伸びただけであって、いつもすぐ切る、ね、本当にすぐ切るんですよ優。あ、昨日より伸びたなって思った瞬間切るし、本当に本当にすぐ切っちゃうの。これレア、結構レア。なんか最近、あ、こんばんは。なんかね、うん、スイカかわいい、ありがとう。モバメにも書いたんですけど、最近小説読む時間が本当に好きすぎて困っちゃう。なんかもうね、やっぱこれも年齢なのかなと思ったんだけど、意外と本読むのずっと好きだから、なんか誕生日プレゼントで本とかももらったりして、なんかすっごい嬉しい。伸びたのすぐ分かるの？いや、めっちゃ分かる。いや、毎日切ってるからさ。何読んでるの？いっぱい読んでるよ。いっぱい読んでるんだけど、今この配信してる机の上に小説を並べるところを一箇所作って、まだ他にもあるんだけど、まだ読めてないの。オルタネートとか、なんかこれめっちゃさ賞取ったみたいなので話題になってたやつ読んでみたいなと思って買って、隠し事も面白かったし、ケーキ王子のスペシャリテっていう名推理って書いてあるやつ、これもね今5巻までしか読持ってないんだけど、あとは12人の手紙、君は月夜に光り輝く、ん？
あとはなんだ、ちょっと待って一瞬あげます。あの日恋に落ちなかった君と結婚をっていうやつとか、交換嘘日記っていうやつとか、なんかまだ正直言うも全部読めてるわけじゃないけど、あと京都寺なんとかなんとかホームズみたいなやつもね、ファンの方からもらってね、これ言うアニメ読ん見てて小説も読もうと思って、今ここに置いてあるやつは他にもあるんですけど、最近読んだ本は、でも最近さ、そのゆう一気に読みたい派なんですよ、できれば。だからそんな時間がなくて読めてないっていうのはあります。だから漫画読んじゃうっていうのもある。どれも読んだことないから今度読んでみるね。ぜひぜひぜひ読んでみてください。本っていいよね、無になれるっていうか、読み切ってなくてもつい本買っちゃうね。本当にそうなのよ、今本屋に行きたくてしょうがない。集中力あるね、あるのかな。でも集中力いうかけらもないと思ってたんだけど、どうなんだろう、あるのかな。日だまりの彼女って映画やっとらんかった？なんか名前聞いたことあるこんばんは。アプリゲームは大富豪しか入ってないかな、全部消しちゃった。大富豪昨日やったのよ、一回やったんだけど、そのなんだっけ、ゴールデンベッドタイムでやったんですけど、思いっきり負けて悲しくなってやめちゃった。運動神経はマジない、マジでない、本当にこれみんなが思ってる以上にないんですよ。なんかめっちゃね、運動神経良さそうだねみたいなめっちゃ言われるんだけど、その良さそうなだけであって、でも最近は良さそうさえも思われなくなってきて、なんかちょっと悔しいんですけど、それはそれで。本は紙派ですね。もう形に残しておきたいって思っちゃう派です。大富豪いつか言うと当たりたいな。大富豪やるとき言うね、なんか今まであんまり言ってこなかったんですよね。でも今ユの生誕カードみたいなのが29日で、7月もらった方はいてくれると嬉しいんですけど、そう、それで皆さんぜひ今のうちに強化をお願いします。まあ、いつユが目指すかとか、それは正直まだ決まってはないんですけど、誕生日カード覚醒してよ。バリ早いんだけど、嬉しい、もらったよ、ありがとう。使ってくれてますか。オリンピック大好き人間でも、ユはなんだっけ、もう本当にバレーが好きで見て、あの野球も好きで、昨日はめっちゃもう心臓痛かった、めっちゃ心臓痛かったんですけど、マジ感動して。でもバレーも好きで、実は今日、まあ、仕事があったので、あの携帯でね見てたんですよ、電車とか乗ってる時に見てて、その時に負けちゃってマジで悲しかった、本当に悲しかった。見たかった、あ、見たかった。昨日の野球は本当にと思って、マジすごくないってなった、本当に。ちょ、マジで思ったんですけど、これを言うと、まあちょろい、ただのちょろいやつなんですけど、昨日の野球見て、なんか推しメンめっちゃできちゃった。なんかかっこいいと思って、かっこいい、推します。
なりました。もう本当になんか言う、正直侍ジャパンが好き勢なので、ヤクルト好きなんですけど、そのヤクルト好きになったきっかけも実は侍ジャパンだったので、え、なんか侍ジャパン見てて、え、言うちょろいかもとか思ったんだけど、でもね、みんなかっこいいのよ。もうなんかもう最終、その最後ナイスバントすぎて、もうそっからの展開がもう心臓痛すぎてやばかった。え、ナイスバント、え、ナイスバントからの展開やばかった。あ、みんな気になってる。いやみんなです、みんなすごかった、マジで。あのバントうますぎて衝撃だった。しかも1球目でやったから、え、すごくねって、まずそこで、あの、まず家中がね、わーって騒ぎました。まあ近所迷惑にならない程度にね、あの家のみんながわー、すごくない、すごくないってなって、そっからの展開がもう素晴らしくて、すごかったね。あれは激アツ。本当にマジで本当にすごかった。あれはすごかったって思いました。今サッカーやってるよ、知ってます。サッカーやってるし卓球もやってると思う。サッカーあんまり詳しくなさすぎてあんまり見たことないんですよね。はじめまして、はじめまして、こんばんは。サッカーちょうど前半が終わりました。あ、そうなんだ。でもさ、正直これ去年のやつもめっちゃずっと飾ってたんですけど、なんか可愛いからさ持って帰ってきちゃうじゃん。けどこれ使うことあんまないよね。なんかさ、もしトーク会とかがあればつけたいんですけど、ないから使えないのよ。マジで飾ってるっていう感じ。え、本当に、え、これいつ使うのみたいななって、前は飾ってるだけで可愛かったんです。こちらもねすごい可愛いんですけど、これいつ使う、使える時がある、なんかみんなの前で見せれるタイミングがないなって思ったの。ちょっとその辺計画しましょう。勝手にしろって感じですけどね、すいません。いう、あの予定把握してなさすぎて。オンライントーク会、社名会でワンチャンあるんじゃ。ああ、なるほどなるほど。え、でもあの会場で一人だけつけてんのちょっと恥ずかしい。ちょっとだけね、それはちょっとだけにしとく。つけて歩こう。え、だいぶ勇者だけど大丈夫？それでも OK なら全然歩くよ。雨つけたらこの傘ね。ちょうどいい傘、みんな本当ありがとうね。7本も。今本当に傘なかったから超ありがたい。しかも日焼けもしたくなかったから、まあ、黒の傘とか日傘にもなるしね。最高だよ。卓球だ、女子団体20。堂々と行きましょうね。堂々と行こう、もう人生一回きり。これはあの綺麗に飾りますね。本気なのか冗談なのか。本気やで、本気に決まってんじゃん。え、現地でトーク会ってあるっけ。ゆう知らないけど、ごめん、マジでゆう予定知らないのよね。え、みんなさ、このゆうの予定の知らなさってさ、本当に毎回毎回おなじみだから知ってると思うんですけど、本当に明日の予定さえも連絡メールが来ないと把握してない。もうこれが言うのダメなところでもあり、まあいいところでもある。自分で言うのもなんだけどね。
今日は何の配信ですか。今日は8月の配信です。遊びに来たよ、ありがとう。マネージャーさんから連絡来ないの。え、来る来る来る。え、ゆうが忘れちゃってだけなんです。本当にこれはゆうのせい。最近は割と告知してくれてるイメージある。これね、ゆうすごいんですよ。最近すごいんです。偉いんです。本当に最近優秀なんです。マジこれ本当です。朝寝坊しない。え、なんかこれその、え、待って、またショールームおかしいんだよね。これショールームゆうやるなってことかな。もしそうだったら、え、今さ縦になったよね。こないだもなったよね。ちょっとゆうさ、やっぱりさダメじゃん。ダメかもしれないです。これでどうかな。はい、こんばんは。結構女っぽく本当に。え、待って、またじゃん。え、待って、ゆうさ悲しくなるんだけど。もうこんなスマホやめてよ。他のメンバーも縦になってる。あ、本当ゆうだけじゃない。よかった。え、マジでこれ怪奇現象なのよ。みんな気をつけて、今日なんか起こるかも。はい、こちら紹介したいと思います。何度か紹介したことがあると思うんですけど、こちら12人の手紙という小説ですね。これは読んでみないともったいないよって、ここのポップに書いてあるんですけど、隠れた名作。こういうポップに惹かれちゃうんですよね。マニアだけが知っているまさに隠れた名作ミステリー、どんでん返しの感じですね。マジでぜひ読んでみてください。こういうの書ける人すごい。本当にそれな、マジで。なんで書けるんですか、なんで書けるんですかっていう感じですよね。本当にユウもそう思う。マジですごいなと思って。はい、続きましてこちら、君は月夜に光り輝く。こちら映画も実写化されましてすごく良かったんですけど、やっぱりユウのポイント、小説のポイントとしては、まあ君の水槽を食べたいの時もそうだったんですけど、映画も見て小説を読むっていうのがすごい大切だなって思ってて、二度楽しめる。ユウは君の水槽を食べたいは映画で見て泣かなかったんだけど、小説で読んで号泣した。え、マジで。その時バス乗ってたんだけど、ユウバスの中で号泣してて、ただの変人でした。それ読んだかも。え、本当？これいいよね。これみんなが泣いた圧倒的感動がここにって書いてあります。あ、映画見た？みんなやっぱり映画の方がさ読みやすいってのはあるのかもね。はい、続きまして、いつも紹介しちゃう隠し事。これね、やっぱり一発で読んだ方がいいので、時間があるときにぜひ読んでみてください。これ登場人物がこうやって5人いるんですけど、誰がここを喋ってるのかなっていうのが、一発で読まないと、天才じゃないとわからないっていうのがあるので気をつけてください。これ最近気になって買いました。まだ読んでません。オルタネート。これめっちゃさ、本当にショー、なんかめっちゃ一時期さニュースになってて、え、読みたいと思って買いました。はい、これいつも言ってる。
面白い。ぜひ読んでください。これねめっちゃ続くから時間があるときに読んでね。はい、以上で今日の紹介は終わりたいと思います。あのまだ読んでない本もあるのにもかかわらず本を買っているっていうただのバカです。でも絶対読むので大丈夫です。本当に読むんで、本当に読むんですよ。信じてくれないかもしれないけど、だって言う本読まなそうじゃない？めっちゃよく言われる。でもなんか紹介した本をね結構みんな読んでくれたりして、そのそれこそお話ができるっていうのがねすごいいいですよね。これね、ゆうは本読んでなさそうだけど実は読んでるっていうギャップ、これなんですよね。ギャップ、かわいい、ありがとうございます。本読んでテレビ見てネットフリ見て24時間で足りる、これね足りない、本当に足りない。マジでテレビは、ま、ドラマをまず全録してるのと、ま、アニメをネットフリックスとかユネクストとか見て、まあ、カンドラもネットフリックスでよく漁り、これも言うね、睡眠も大好きなんですよ。もう時間があったらすぐ寝ちゃうタイプの人間なのでよく寝るんですけど、寝てない時は本当になんかしてますね。それは当たり前か、当たり前なんですけど、そうなんかしてるんですよ。本読むってした時はびっくりした。だよねー、だよね、読まなそうだもんね。わかる、ユーもね、自分でも自分の顔をこう今ショールームやってる時って自分の顔も見れるんですね。こう今自分の顔が画面に映ってるんですけど、マジ見なそうだ、読みなそうというか読まなそうな顔してるもんね。言う、わかる、わかるよ、めっちゃわかる。寝落ちしないの？言う、寝落ちするときはラジオ聞きながら寝落ちするんですけど、それも好きなラジオ聞いて、オールナイトニッポンも好きなんですけど、ハライチのターンとかも好きです。そう、そういうラジオ、なんか笑い芸人さんのラジオが結構好きなのでよく聞きます。そういうのを聞きながら寝落ちするのがもう最高に楽しい一日、幸せです。好きなことで寝れる。24時間じゃ足りないんだよ。ショールーム聞きながら寝落ちするよ。ショールーム深夜にやってる人いる？スマホで面白い、あ、聞いてます。ハライチのターン聞いてる。え、面白いね。今聞いてる。猫ちゃんニュース、かわいい。あ、別に猫に詳しいわけではないけどかわいいなと思って聞いてる。何時ぐらい寝てるの？え、昨日は寝れなくて、本当に寝れなくて5時ぐらいですね。でも起きないといけなくて、だから3時間ぐらいですね最近睡眠時間。そう、最近やばいんですよね、生活習慣めっちゃ悪いっていうのがあって、今ちょっとお片付け中です。あの本当に出したものを片付けないとゆうの部屋の足の踏み場が本当になくなるんですよね。ゆう3日でなくなる、いや3日もかかんないぐらいにすぐなくなっちゃうので、まあ、これはダメだということで最近片付けました。そしたら今は足の踏み場はあります。今日は早く寝てね、頑張ります。でも最近本当にやること多すぎて、やることっていうのはまあ自分のやりたいことなんですけど、
多いから、はじめまして、はじめまして、こんばんは、こんばんは。いやでも、逆にさ聞きたい、みんなは何してるの？まあお仕事とかあるから、まあ、そんなに夜更かしとかする方じゃないじゃん。カンドラ相変わらず見てるの？見てます。これね、ネットフリックスで、まあ、最近ラブリンとかにおすすめしたネットフリックスのドラマがカンドラがあるんですけど、マジでいい、マジでいい。やっぱりカンドラしか勝たんなとか思うんだけど、でも日本のドラマも全部見ちゃう。まあ、こういうテレビっ子なとこかといって本も読みたいし、止まっちゃうし、横になっちゃうのつらいし、縦になっちゃうのつらい、縦になっちゃうのつらい。こんばんは。本当にさっき現象は何なんでしょうかってぐらいに縦になるんだけど、もはやこれでやっていいかって思っちゃうんだけど、ショールーム画面が縦になります。テロップ入れようかも。ちょっと待ってね。これ、ユウの部屋呪われた。自動回転はオフになってる？え、なにそれ？自分のやつ？これもうショールーム終わろうかな。ちょっとようわからん状況になってるんですよね。え、めっちゃ止まってない？やばくない？これ壊れてね。これさ、みんなから見て止まってる？え、ゆうそれさ、あれだよ、外してる、解除してるよ。じゃないと横画面にできないから。ちょいちょい止まっちゃうね。え、やっぱりユウの携帯壊れてね。これ終わった。あー、もう終わったわ。え、止まってる止まってる。え、ユウめっちゃ止まってるもん、自分の携帯。え、携帯の裏全然熱くないよ。ああ、もう無理だ。みんな、もう終わった。充電とかして熱くないとして、はい。ちなみに今充電していません。ゆうさ、そう思って最初充電してたので、途中でね、まあゴソゴソしてたと思うんですけど、はあ、止まった。なんかさ、自分がこうやって配信してる時に自分が見えてるんですけど、なんかその時にこう一回止まる瞬間があるんですよ。それゆうに見えないようにやってほしいよね。ゆうが見えたらゆう悲しくない？なんなんこの携帯。ゆるさん、
許さん。これ許さんぞ。許しません、本当に許しませんけど大丈夫ですか。大丈夫そう。これみんなさ言うの、この言う止まってるじゃん、音途切れ途切れなのめっちゃ気にならん。ってことはもう今日の配信またショールームが立て直すことができたらいずれやりますってなった方がいいの。え、マジで止まるのさ、ユウのメンタルが、あ、崩れた、もう激崩れ、メンタル弱ばメンタルバカ弱いじゃん。そんな弱くないよユウ。豆腐メンタル。もう結構メンタル的な問題。でも豆腐メンタルの人って可愛いなって思うよ。ウィーってやったら壊れそうじゃん。そんなことしないけどね。やんない、そんなことしないから。え、Wi-Fi さんだよ。1、2、3。これさ、途切れてるな。どんな感じ？え、これマジでやめる？え、今日マジでやめる？え、みんなやめる？やめる？やめて？ちょっと、OK、やめて。これさ、ユウが悪いんかな。だってあれじゃない、今日会話ってかさ、できんくない、あ、みたいな、こんばんは、なんかこんばんはみたいななってない。最近ユウの場面多くて嬉しい。え、ユウの場面多い？え、本当に？最高。ユウちゃん悪くない？本当に？こんばんは。夜以外も来るようになったもので、これね、夏休みだからなんですよね。夏休みじゃない時はお昼とか遅れないし、夜も10時、夏休みも変わんなくて10時以降遅れないんですけど、やっぱ年齢がねちょっと若いのよ、ゆう。最近ゆうモバメ多いのかな、やっぱり1日2通ぐらい送ってます。これね、ユウのショールームのユウが2通送ってるんですよとか言ったら、え、少なくないってなるから言っちゃダメだからね。みんなマジで言っちゃダメだよバレちゃうから。
って言ってたんで、ユウの心臓バカ痛くて、あ、やばいやばい、野球がって話したからめっちゃ送った。ごめん、3通でめっちゃ送ったって言ったらダメだよね。変えようかな。明日も夜勤やん。そうだよ。大丈夫？この携帯。やめようかな今日。ちょっと今日あれですね。インスタライブに変えようかな。このやつ。あ、みんなすぐ来てくれる？何分で終わるか分かんないけど、今から行きます。